皆さんこんにちは、あいかです。今日はお知らせというか決意表明みたいな感じで一応話したいんですけど、最近ふと思ったんですよね。なんか私結構旅行系の動画を出してたんですけど、旅行系の動画って溢れてるじゃないですか。なんかいろんな人がもう旅行系の動画ってもう出してて、別に私が出さなくてもいいんじゃないかっていう、なんかふとね結論にたどり着いて、で考えたんですね。私にしかできない情報発信ってなんだろうって考えた時に、やっぱり英語とファッション関係の情報じゃないのかなっていうのに考えにたどり着きそう、結構いると思うんですよね。なんか海外生活ってどんな感じなのとか、海外のなんか、ね、でファッションの仕事するのってどんな感じなのとか、と洋服の作り方とか、そういうのをちょっと今からメインにやっていけたらなと思って、一応私アーティストの友達とかも結構、まあでも LA の方に、まあ、いるんですけど、それのねコラボレーションの様子とかを撮っていけたらなって思います。で、経歴を短く話すと、私は今ロンドンに住んでて、で、そう、もともとは一応日本の高校を出てアメリカに行ってロサンゼルスにいたんですけど、で語学学校に行って、でアメリカの2年生の短期大学でファッションデザインの勉強をしてって感じですかね。で一応1年間ぐらいオートクチュールの、ブライダルのお店でアメリカで働いて、でやっぱファッションといったらパリに行きたいっていうのがあって、一応パリに行って、まあ、いろいろ語学の壁とかあったんですけどで日本人のとあるデザイナーさんのアテリエでちょっと働いて、でその後はイギリスに移って、でイギリスではまあファッションスタジオとかでも働いてってしてたんですけど、まあ今はもう自分でブランドをやりたいっていう気持ちの方が強くって、っていうのもやっぱりねファッション関係の仕事で縫う仕事はあるんですよね。いっぱい縫う仕事はあるんですけど、デザインをするってなるとやっぱ自分の好きなものを作る、デザインをするってなるとやっぱ自分でブランドを立ち上げないと難しいっていうことに気づいて、で今ブランド制作ね、ブランドのコレクション制作してる途中です。で、まあ、洋服を作る過程とか、なんかロンドンの生地屋さんってどんな感じなのとか、そういうのをまあねこう興味ある人多いのかなと思って、そこを中心になんか作っていけたらなと思ってね動画を思っておりますで、まあ自分の記録としても残したいというのがあって、うん、一応ね、まあアメリカの大学の手続きどうやったのとか、私全部自分で手続きやったんですよね、エージェントとか通さずに。だからそういうのを興味ある人とかコメントくれたら全然別の次の動画でも話したいなって思っています。じゃあ洋服作りの様子をちょっと今日は紹介していきたいと思います。と一応デザイン画はこんな感じで、私が今作ろうとしているのはこれですね。私はもうデザイン画も結構ザザッと別に丁寧に書こうとかそういう感じはなくて、まあ一応アイデアの記録を残す意味で書いてるので、あと作るのが自分なのでそんなに細かく書かなくていいかなっていうのがあって、こんな感じになってますね。そう、これは最近書いた絵ですで一応別に縫い子さんがいるとかパターンナーさんを雇って作る場合はもっと分かりやすくテクニカルに書かないといけないんですけど、まあ私の場合はもうはいこんな感じですし、今一応ドレーピングをしてるところですね。で軽く説明すると、一応このマネキンなんですけど、アメリカではドレスフォームで、ね確かイギリスではダミーとか呼ばれてますね。私はアメリカ英語なのでドレスフォームって言うんですけど、で一応これがね、まあ日本だとトワルっていうのかな、まあでもこっちだとカリコって呼んだりマズリンって呼んだりするコットンのね、まあ一番安いよく
ドレーピング用に使われる生地になります。でこのラインがセンターフロントっていう、アメリカの大学で習ったので日本語の用語は分かんないんですけど、一応ここがセンターフロントで CF がセンターフロントっていう意味になりますね。でこのラインがプリンセスラインっていうんですけど、じゃ洋服を見てもらえるとこのラインに沿って多分こうシームっていうのが縫い目ですね。シームがある部分が結構あると思います。多分自分の洋服を見てみると分かってもらえる、見てもらえると思うんですけど、で一応ここにだいたい基本的にはダート作って、一応ここにね、ここに女性の場合はスペースを作んないといけないので、私は今コルセット風に作ってるんですけど、なんか洋服がこうダボっとしたルースでないものな限り、ものでない限りここに沿って一応ダートか縫い目がねこう入ってると思います。見てもらえた、これは私が最近仕上げたコートになりますね。これもシームが入ってますね。ここに一応縫い目がプリンセスラインで入ってますので、ぜひ確認してみてください。はい、で一応ドレスフォームの説明をしていくと、ここがサイドシームですね。横のラインをサイドシームって英語で言いますが SS で、ここがウエストラインで、で後ろを見てもらうとここがサイドバックで、ここがセンターバックだ、 CB センターバックになりますね。そんな感じです。一応追加情報で言うと、ここの一番胸の高い部分がエイペックスって言いますね。一応生地の説明をしたいと思います。生地には一応グレインラインっていうのがあって、で例えばここが端っことして見た時に、縦がグレインライン、垂直のラインですね。で平行のラインがクロスグレインで、このラインをバイアス、45度ですね、45度のこの角度をバイアスって言います。で生地の伸び的にはここの縦が一番伸びないくって、ここが2番目に引っ張った時に伸びて、でバイアスが一番伸びます。いつ使うのかっていうと、例えば体ボディのラインを考えた時に、縦のラインは伸びない方がいいんですよね。でも横のラインって伸びた方がいいんですよね。こう横幅、やっぱこう呼吸とかをすると体の横の線って変わってくるので、横はでストレッチがあった方が良いっていう。でバイアスを使う時は一応ドレーピング、一番布が綺麗にドレーピングの、なんて言うんですかね、あのスカートとかでこうふわっとした感じを出したい時にこのバイアスとかをよく使いますね。で私は今からドレーピングするんですけど、これがですね、このラインがグレインラインになります。一応パターンって紙から作る人とドレーピングする人と、まあ時と場合によって使い分けるんですけど、私は基本的に目で見てビジュアルで 3D で見ながら作る方が好きなので、ドレーピングの方が好きです。なんとなくこんな感じで、結構まあシンプルなんですけど、ここはパターンの中じゃないので切り込みを入れて大丈夫です。グレインラインですね、さっき言った。でサイドシームで SS
感じです。私はセンターバックグレインラインとできるだけ重なるようにしてます。こんな感じですね。で一応、まあ、布をセーブするためっていうのもあるんですけど、左右が同じパターンになるので、その場合私は片方だけ、ワンサイドだけドレーピングしてパターンを作ります。左右違うデザインの場合はやっぱ全部しないといけないんですけど、一応今編集してて気づいたんですけど、一本の動画だとすごい長くなってしまうので2本に分けて作っていこうと思います。ので次の動画も見てください。